七蔵チャンネル。はい、皆さん元気にしろね。七蔵です。今回遊んでいくアイテムはこちら、対怪獣特殊空挺機構1号機セブンガーです。はい、こちらはまあよく特空機という風に言われてるんですけれども、対怪獣用のロボットになります。そのセブンガーです。こちらは SH フィギュアーツ稼働フィギュアになっていて、魂ウェブ商店限定の販売となっております。こちらのセブンガーはウルトラマン Z に登場したロボットになります。ではそれでは早速箱から見ていきましょう。まあ、正面には大きくセブンガーが載っています。はい、後ろ、はい、横、反対側、反対側には何も載ってないですね。はい、上もさっぱりとしたデザインです。はい、下、はい、では早速開けていきましょう。カッターを使うときは気をつけましょう。はい、中身を開けると、はい、説明書と中身があります。まず説明書から見ていきましょう。はい、説明書ですね。まあ、交換用手首のことだったりとか、あとは、まあ、目のパーツの交換、稼働時の注意。あとは、更新鉄拳弾の交換用の説明だったりとか、超更新回転鉄拳の説明だったり、まあ、交換用バッテリーのパーツの交換の仕方だったりを書いてあります。はい、はい、中身です。1個のブリスターに交換用手首だったりとかオプションパーツがついています。交換用の目も入っていますね。はい、はい、では全体を見ていきましょう。正面はこんな感じです。全体的にメタリックな塗装がされています。はい、回転していきます。はい、後ろはここにバックパックがありますね。続いて頭部のアップです。正面はこんな感じ。はい、横を向くと鼻なんでしょうかね。この出っ張った造形が横から見ると目立ちますね。はい、はい、後ろはこんな感じです。で、正面に戻ってきます。はい、左右の目を入れ替えることで怒ったような顔にすることもできます。はい、目を交換してみました。今度はもうダメだっていう感じの目のパーツです。はい、ではもう一種類目があるので、どういった風に交換するのかちょっとやっていきたいと思います。はい、このようなパーツがちょっとありまして、これでセブンガーのこの後ろを押してあげるんですね。せーの、ほい。
そうするとパーツが前に出てきます。ちょっとバラバの最後みたいな感じなんですけど。で、パーツを取り外して、交換用のパーツを、交換用のパーツをはめてあげます。そして元に戻してあげると。そうすると、このように目の交換ができます。こちら側もやっていきましょう。はい、まず後ろからパーツを取り出す。手の目のパーツを外して、交換用の目のパーツを入れて元に戻すと。そうすることで目の交換ができます。ちょっと今気づいたんですけど、こっちの目に傷がありますね。ちょっと問い合わせてみたいと思います。はい、手首パーツを見ていきましょう。手首は3種類、左右合わせて6つ。はい、続いては後進鉄腱断のパーツになります。こちらはこちらのパーツを腕側につけて、こっちが飛び出していく腕の方のパーツですね。先の方に拳パーツをつけてあげて、こう発射するような、イメージで遊ぶことができます。こちらには専用の台座がついていて、宙に浮かせることができます。宙に浮かせるようなイメージで遊ぶことができます。これはまた後ほどイメージの写真で遊んでみたいと思います。はい、続いて超高進回転鉄拳です。こちらは拳パーツを取り外して、こちらのパーツをはめることで、再現ができるというものになります。はい、続いて交換用バッテリーパーツです。こちらは、バッテリーが少なくなってますよっていうような合図の赤のバージョンが交換でついています。通常は青が背中についてるんですけれども、それを取り外して、こちらの赤バッテリーの方に交換することができます。これが非常に小さいパーツです。私の人差し指がこれぐらいですので、紛失注意になると思います。もしセブンが持ってらっしゃる方、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと、ちょっと個人的に思います。はい、対怪獣特殊空挺機構1号機セブンが、略称特空機セブンが、いかがだったでしょうか。SH フィギュアーツ稼働フィギュアから満を持して登場しましたね。魂ウェブ商店限定のアイテムではあったんですけれども、やはりこのウルトラマン Z 様と並べてあげられるということで、サイズ感はぴったりではないでしょうか。はい、比較で言うと、このセブンガーと、あとは先に発売されたデラックス版ですね。光るなるのセブンガーもこのような比較になっています。大きさ的にはこちらのデラックスの方が大きいですね。あと瞳の大きさもちょっとこう違ったり、ちょっとカラーリングが違ったりとかもしますね。こちらの光るなるの方も、こちらはこちらでやっぱり音声が鳴ったり目が光ったり良さがありますので、こちらはこちらで楽しんでいきたいと思います。
はい。では、今回も楽しく遊べました。今回の動画はここまで。またの動画でお会いいたしましょう。七蔵でした。皆さん、体には気をつけないかんばい。それではまた、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。